あれを入れます。かつお節で大体 150cc ぐらい、うん、こうやって味噌よく溶かすのよ。これ世界一簡単な味噌汁。お疲れです。すいません、昨日5時ぐらいまで飲んでたん で昨日飲んでた35歳の独身の男性は起きたら何をするのかっていうドキュメンタリーです。二日酔いの日に何が一番欲しいですか？味噌汁ですよね。でもこれね、味噌汁作ってるんですよね。至高の味噌汁っていうのを。あれね、めんどいんですよね。二日酔いであれ作れないんで、なんてこれね、みんなに広めたいっていう虚無味噌汁、虚無シリーズでございます。もうね、マジ虚無。二日酔いの日はこういうのしかできないんで、それをちょっとやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあやっていきたいと思います。この器で作ります。まず鰹節、沖縄の人は分かってると思うんですけど、カチュウユです。はい、そういうね、簡易的な味噌汁があるんだけど、これめっちゃうまい。まずここにあれを入れます。鰹節、これ鰹節すごい重要。ここにね、ここに具材を全部入れるのよ。味噌、あの味噌はね、あの無添加の方がいい。俺は花丸家の田舎味噌っていうのを使ってるんだけど、大さじ半分入れるんですよ、ね。はい、で、通常のカチュウユっていうのは鰹節と味噌を溶かすだけなんですけど、それだけだとね、鰹節の味しかしないんで、ここに鰹節のイノシン酸の中にグルタミン酸、まあだからいわゆる味の素ね、これ二振りだけする。そうすると本当にちゃんと出し取った味するんで、具はね、何でもいい。わかめを入れてもいいし、今回ネギ、だからこれをなんか梅干し入れてもいいし、刻んだ油揚げ入れちゃってもいいし、でここにお湯を注ぐだけなんですよ。基本味噌汁っていうのはお湯沸かすのも面倒なんで、これで出てこない、うん、で大体 150cc ぐらい、うん、まあこれはね大体でいいです。茶碗の半分ぐらい、これ 150cc ね。こうやって味噌よく溶かすのよ。これ世界一簡単な味噌汁、はい、完成です。これ何がすごいって、普通に出し取ったのと同じ味するんですよ。じゃあいただきます。うまっ、生き返るわ。これ鰹節の出し取る時も味噌と鰹節と味の素を溶かしただけなの。これでこんな深い味出んのかっていうぐらいめっちゃね、深いんですよ。二日酔いの日にこれを飲んだらやっぱり生を実感しますね。生きるってこういうことなんだっていう味がする。これ言っときますけど、カップの味噌汁あるじゃないですか。だったらこれやった方がいいと思う。だってめちゃくちゃうまい。使える人いる？いただきます。インスタント味噌汁で行くんだったら全然こっちの方がいい。鰹節がいい感じに具になってんだ。でも人って二日酔いでも仕事しなきゃいけないじゃん。まあ、一般の人は二日酔いギリギリのところで一回切り上げるっていう手もある。そんな酒飲みは推奨しない。助けたいんだよ。同じ思いって苦しんでるみんなを。二日酔いの日って辛いでしょ。その時にこの京味噌汁を飲んだら少し気分が晴れる。仕事したくない、二日酔いの時は。でも人間って仕事しなきゃご飯食べれないんだよ。だからご飯食べるために着替えてくるわ。シャワー浴びて料理研究家に頑張ってなるわ。頑張ろう。でも決して酒のせいにしない。俺自分のせい、自分の、うん、酒のせいにするな。お前らお前ら酒のせいにするな。やりづれ。どれぐらい深いかっていうとね、なぜこんな状態になるのに人は酒を飲むのかっていうことぐらい深いです。なんで人は酒を飲むんだろうね。次の日こんなになるのに、なんでだろう。もうそれは哲学だよね。この味噌汁は人生の味がするってことなんだよね。なぜ人は酒を飲むのか、そういうことなんだよね。このチャンネルは哲学チャンネルなんだよ。